プロ野球の大先輩方、昔の選手がすごかったという心理は何でしょう。僕は昔もすごい人はすごく、今の選手もすごい人はすごいって変わらないと思うんですが、多分ね、昔の選手たちがすごかったところもあると思う。何かって言ったら、昔の選手の方が多分今の選手より信じられないぐらいの走り込みだったり、うさぎ跳びだったり、訓練みたいな練習を猛烈にやってる人が多かっただろうから、だから今の人が信じられない体力を磨いてたと思います。はい。だ今の人たちの方が効率的にウエイトトレーニングとか近代的なトレーニング使って体が強くなってたり、筋力がエネルギー大きくなってたりするけど、じゃあポールの間をずっとダッシュし続けろって言ったら、多分100人集めて昭和初期の人50人、令和の今の20歳ぐらいの人50人集めてやらしたら、生き残るの全員昭和の人じゃないかなと思うんで、はい。だからそういう意味で言うと、俺たちの方が練習してたし体力あったって思ってるはず。だからそんな中でそれでも全然勝てなかったすごいやつがいたって、例えば金田正一さんみたいな人がいた。あれはすごかった。王貞治っていうね、毎年40本20年ぐらい続けたとんでもない人がいた。しかも昔の木のバットで性能も良くない、ボールも今より質が悪くて飛ばないボールで868本ホームランかっ飛ばしてたわけだから、どんなにピッチャーのレベルが低くたって、毎年プロの人に見られた試合で毎年40本20年打てる選手、今の日本にいるかっつったら俺はいないと思うから、だから昔の選手がすごかったことも俺はあると思います。シンプルに、もしかしたら昔の人が今の人と同じぐらいの速度で球投げてたかもって思うことも実際にあるんじゃないかなと思ったりします。うん、実際にさ、だって今ね、世界の幅跳びの選手、走り幅跳びの選手がすごい世界トップクラスの国立競技場で世界中のスポーツメーカーがこぞって開発した幅跳びのスパイクを履き、昔の衣装よりもはるかに空気抵抗の少ないウェアを着て、最高級の握り板の上で最高級のスパイクでジャンプしてるけど、もう50年以上も昔のボブ・ビーモンっていう選手が飛んだ8メートル90センチとかっていう記録を最近の選手はほとんど超えられてないわけだから、だから50年以上昔の人が今の人より身体能力が低かったっていうふうにはシンプルには俺は思わないから、昔にもすごい人がいただろうなと俺は想像してるんで、はい、今の人の方が技術は高いと思うけど、シンプルな体の強さは昔の人が強かっただろうなって思うことも多いです。